どこまで続いてんだいここ。わかんねえ。桐生さん、大丈夫ですか？やべえ、また来るぞ。あそこに隠れよう。Where'd they go? They're gone! They've gotta be in here! Find them! Hey! What are you doing? Let's move! Right. すまないな、足を引っ張っちまったそれはいい子の足で。でもよ、どうする？当てもねえまま進むのももう限界じゃないか？そうだな。ずいぶんとお困りのようで。お久しぶり、春日さん。ハワイは楽しんでる？千歳ちゃん？千歳って、じゃあこの女か？お前はめて身ぐるみ剥いだってのは。何よりも茜さんにつながる現状唯一の人物だ。まさか本人の方から姿を現すとはな。そちらのお二人は初めましてだけど、春日さんのお友達？千歳って言います。よろしくね。何がよろしくねだ、この野郎。あんたどうしてここに？地上部分ならともかく、なんでこの地下に？そこは事情があるんだけど、手っ取り早く言うとバラクーダに追われてるの。バラクーダに追われてる？何しでかしたんだよ。知っちゃいけないことを知っちゃったみたいで。偽造品のことか？何それ。茜さんがバラクーダに狙われてるってことよ。バラクーダが茜さんを？春日、覚えてるか？病も確か。ええ、茜さんを探してた。どういうこった？ハワイの裏社会がこぞって茜さんを探してる。千歳ちゃんよ、詳しく話聞かせてもらえるか？そうね、じゃあ一つずつ行きましょうか。私は茜さんの家に週4日通って料理や掃除をしてた。だけど10日くらい前、あ、そっか、もう12日前か、茜さんが突然いなくなったの。12日前。事前に何か聞かされなかったのか？ええ、その日いつも通り家に行ったらドアに鍵がかかってて、中には誰もいなかった。茜さんが休養で出かけたのかと思ったんだけど、次の日もその次の日も彼女は帰ってこなかった。警察には届けたのか？いえ、実はね、ハワイ州は留学生のアルバイトが禁止されてるの。警察に届けたら不法就労がバレるかもって思って。じゃあ俺が茜さん家に行った時に、とっくに茜さんは姿を消してたのか？
なのに、あんたはあの家で何してたんだ？あかねさんから最後のお給料をもらえてなくてね。それも1ヶ月分丸々。だからそれをもらいに入ったの。お金の保管場所も、玄関マットの下にスペアキーがあるってことも、あかねさんから教わってたし。そこに偶然春日さん、あなたが来たってわけ。ならなんであの時正直に言ってくれなかったんだよ。こんな事情を説明して誰が信じるっていうのよ。まあ確かにな。警察に突き出されたら終わりよ。不法侵入に窃盗罪だから、何が何でもあなたを追い出す必要があったの。それで俺にしこたま酒を飲ませてピーチに転がしたのか。そういうこと。だからって何も身ぐるみ剥ぐことねえだろ。俺は逮捕されて部署に行きかけたんだぞ。それが狙いだもん。結果的にあなたは自分のことに精一杯で私どころじゃなくなったでしょ。えげつねえことするな。じゃあなんで第五地区に潜り込んだんだ。それはなんだよ、黙るなよ。これから言うこと誰にも言わないって約束してくれる？約束しろだ？どこまで涼しいんだよ。わかった、約束する。おい春日、千歳ちゃんにはめられたことと、この子に守りたい秘密があるってことは別々で考えようぜ。今は事情を知ることが先決だ。だろ？なんだよ、お前にそう言われると部外者の俺は何も言えねえよ。部外者じゃねえよ。ありがとな、富澤。ってことで約束は守る。話聞かせてくれるか。わかった。本当に誰にも漏らさないでよね。ああ、口の硬さだけはおやっさんに褒められてたんだい。ん？まあいいよ。第五地区に逃げようとしたのはね、うちの実家が関係してるの。実家？日本のかい？富士宮って知ってる？いや、知らねえな。おい、富士宮って言ったら旧財閥系の名家だ。やっぱり知ってるよね。春日さんみたいな人ばかりだったらよかったんだけど。そりゃ気の毒に。で、私はその富士宮家の長女なの。今のところ跡取りの筆頭候補。つまりとびきりの箱入り娘ってわけか。簡単に言ってくれるね。でもまあそういうこと。名家なんて言えば聞こえはいいけど、実際のところは富士宮っていう看板を守るためならどんなことでもする、狂った人たちの集まりよ。看板を守るか、ヤクザと似てなくもねえな。春日さんの口から私のことが警察に伝わって、もし家にバイトのこととかがバレたら、そう思ったら私怖くて。第五地区がヤバい場所だってことは知ってた。でもここに潜り込めさえすれば身分を隠せて警察も手が出せないってことも聞いてたから。だから春日さんを酔いつぶした後すぐに第五地区に逃げ込むことを決めたの。入るにはパスポートがいるっていうのも噂で聞いたことがあったから。ああ、俺の身ぐるみを剥いだのはパスポートを取りたかったって理由もあったのか。そういうこと。なるほどな。理由は分かったけどよ、危なっかしいことするな。必死だったの。こう見えて結構後悔してるのよ。それにしてもよ、お前がそんないいとこのお嬢さんなら、たかがバイト代1ヶ月分なんてもらえなくても放っておきゃよかったじゃねえか。実家からいくらでも仕送りなんてもらえるだろう。あのね、金持ちが金持ちになる理由って何だと思う？知らねえよ。
ケチだからよ。あんたが春日をはめた経緯までは分かった。なら次はあんたがバラクーダに追われている現状について話を聞きたい。こんなところに私みたいなのが入ってくるっていうのは珍しかったらしくてね。第五地区に入ってすぐここのボスのところに連れて行かれたの。ボスってバラクーダのボスかよ。そうで、会ってみたらなんか気に入られちゃって。まんざらでもねえ面しやがって。それで？それで私ボスのアジトに囲われることになったの。囲われるって？まあその後何が起こるかは想像つくでしょ。私も家に知られるよりはマシ、そう思って覚悟決めてたんだけど、拍子抜けでね。何も手を出されなくて。その気にまだならないだけかもしれないけど。反応しづれえよ。部屋をあてがわれたんだけど、そんなわけで退屈でさ。部屋から出るなって言われてたんだけど、こっそり抜け出して探索したのよ。そしたらボスの書斎にこれを見つけたの。これ茜さん？これには茜さんの基本的な情報が書かれてる。住所や電話番号、身長や顔の特徴。おい、この資料ヤマイも持ってたぞ。そういや、ヤマイも茜さんを探してたな。どういうこって？なんでマフィア連中がこぞって茜さんを狙ってんだ？わからない。だけどこの資料を見つけたのは書斎のゴミ箱の中よ。つまりこの資料は用済みになったってことでしょ。それってすでにバラクーダが茜さんを見つけたってことじゃない？それで私、もしかしたら茜さんが近くに捕らえられてるかもって思ったの。だからこっそりこの地下のいろんな場所を探ったの。けど途中で手下に見つかっちゃって、今や裏切り者として追われる身ってわけ。無茶しやがる。でも春日さんたちと合流できてよかった。あなたたちも追われてるんだし協力しない？出口までのルートは案内できる。春日さんたちはボディーガード担当ってことでどう？勝手に話進めんじゃねえ。春日、お前がどうしようが俺は行くぜ。バラクーダのボスにこれまでのけじめつけに来たんだからな。ローマンがくたばった以上なおさらだ。キリュウさん、お前が決めろ。俺はそれに付き合うぜ。よし、千歳ちゃん案内頼めるか。けど出口じゃねえ、バラクーダのボスの部屋への案内だ。話聞いてた？何、この人の事情に合わせるってこと？ちげえよ、あくまで俺が俺のために言ってることだ。茜さんは俺のお袋かもしれねえんだ。だから放っておけねえ。それだけだ。戻るのが怖えなら道順だけでも教えてくれねえか。本気で言ってんの？ああ、私だって茜さんを心配してる。茜さんが雇ってくれなかったらとっくに私ホームレスになってた。じゃあ、とはいえ死んだら元も子もないから。ヤバくなったら退却するわよ。いい？ OK だ。よろしく頼むぜ、ちーちゃん。何それ？千歳だからちーちゃんだよ。春日さんってモテないでしょ。なんでわかるんだよ。まあいいわ、よろしくね一番。じゃついてきて。春日、そんな面すんなって。言ったろ、俺は俺の都合で進むんだ。力貸してくれ。ああありがとうよ。ここは例のショッピングセンター？バラクーダのアジトに案内してくれるんじゃなかったのかよ。
だから案内してるじゃない。目の前のランウェイ、あの奥にアジトにつながるエレベーターがあるの。そんなところに。今なら連中もいなさそうだ。一気に突っ切ろう。A warm welcome to our impromptu guests. Now let's get this show on the road. First up, we got an all-access look at our newest collection. And it's not just hot, it's to die for. Up next, a special treat just for you.Our prized autumn-winter lines! And now the grand finale! Put your hands together for our top model extraordinaire! Showtime's over, boys and girls!Say your prayer!乗って。どこに続いてんだ、これ。着いてからのお楽しみよ。なんだここは。クリスタルアロハだ。クリスタルアロハ。クリスタルアロハリゾートホテル、ハワイ一の高級ホテルだよここ。え驚いたでしょ。創業100年を誇る老舗ホテルよ。客室は500以上。最上階からはビーチとダイヤモンドヘッドが一望できる。いわばハワイの顔ってところね。まさかあの地下がこんなところに繋がってたなんてよ。私も最初は信じられなかったわ。あなたたちも見たでしょ。地下で競売に参加してる身なりのいい連中。連中はこっちのルートを使ってるってわけ。ああ、そういうことだったのか。バラクーダのボスはこん中に住んでんのか。そう。最上階をフロアごと貸し切ってアジトにしてるの。そこにはバラクーダの幹部やエリスグリの用心棒も控えてるわ。アカネさんが捕らえられているとすれば最上階で間違いないと思う。ただしこのエレベーターで上がれるのはここまで。この先は別のエレベーターに乗り換えるのか。ええ、ここを出た先に一般客用のエレベーターがあるわ。それで上がりましょう。ついてきて。HCN! Hey! It's them! The guys who are stirring up shit underground! マジ?もう見つかった? Hey yo! Hey yo! Man, fuck that! Don't let any of these assholes leave! 突っ切るぞ!正面突破だ!この奥に一般客用のエレベーターがあるの。15階まではそれで登りましょう。 OK、 頼りにしてるぜ、じいちゃん。ねえ、少しは疑ったりしないわけ。何をだ。私の言ってることによ。実は私がボスの命令でわざと危険な方向に一番たちを誘導しているとか考えないわけ。バラクーダのボスに囲われてるって話はしたでしょ。実際私は一度一番を騙して身ぐるみ剥いでるわけだし。そのエレベーターの中にマシンガンを持った連中が待ち構えてるかもしれないわよ。まあそん時はそん時だ。なんとかするって。はあ?いいんだよ、じいちゃんを信用するって俺が決めたんだ。その結果に文句は言わねえよ。
どうした？ちーちゃん？ごめん、道間違えた。え？ここら辺似たような構造だから勘違いしちゃった。本当はこっち。早く。おう。おい、今度は行き止まりじゃねえか。まさか迷ったのか？そう思うでしょ。でもそうじゃないのよね。うわ、隠し通路か。地下のレーザーといい、こいつといい、バラクーダって連中は随分用心深いんだな。それくらいじゃないとハワイの裏社会で生きてはいけないわ。さあ行きましょう。どうだ、実に美しい景色だろう。だが100年前までこの辺りは見渡す限りのタロイモ畑だった。当時のハワイは農業くらいしか産業のない島でな。それを白人の資本家が作り変えた。畑を潰しカリフォルニアから運んだ白い砂を敷き詰め、そして著名な建築家を使っていくつものホテルを打ち立てた。今目の前に広がるこの光景は偽りの作り物というわけだ。何が言いてんだ。偽物は時として本物以上の価値を持つということだよ、春日一番さ。私がバラクーダを仕切っているドワイトだ。俺の名前をご存知とは光栄だ。日本人にはひときわリスペクトを抱いていてな。100年ほど前、私の祖国には多くの日本人が移民にやってきた。彼らのおかげで農地が耕され、国が栄えたんだ。なるほどな。しかしここまでたどり着くとは驚きだ。と言っても、お前に驚いてるわけじゃない。私が驚いてるのは、そこの女にだ。私を裏切るとは大した度胸だ。ごめんね、一番。私、ボスの書斎を漁ってたら手下に見つかって逃げたって言ったでしょ。あれ嘘。本当はその場で捕まっちゃったの。だがそこへ春日、お前ら侵入者の知らせだ。私は千歳に選択肢を与えた。ここで私に殺されるか、私のために一仕事するか。仕事？さっき言ったでしょ、ボスの命令でわざと危険な方向に一番たちを誘導しているって。あれ、本当だった。だが、どこで気が変わったのか。そいつは本来誘導するルートを途中で変えた。結果、まんまとお前たちはここへたどり着いてしまったというわけだ。そうか。あのエレベーターの時か。道間違えたって言ってたあれか。一応聞いておこうか、千歳。なぜ私を裏切った？春日さんたちにつく方が私にとって都合がいいって思っただけよ。だってこの人すごいバカだから。な、こんな考えに裏表がない人初めて見た。あんたの命令聞いたところでこのまま生かされるかなんて分かったもんじゃないけど、春日さんの言うことは信用できる。だって人の裏書くなんて頭持ってないもの。言ってくれるぜ。なるほどな。私を裏切るとどういう報いを受けるのかは分かってるのか。
さあね。やれやれ、富士宮家からこんなおてんばが生まれるとは、親御さんもさぞ気苦労が絶えないことだろうよ。あんたなんでそれを知らないとでも思ったか。我々バラクーダの商売相手は世界中に及ぶ。日本の名家なんて当然の知識だ。それに最初に見た時からお前の所作が上流階級のそれだということは分かっていた。だからいずれ利用できると踏んで囲っておいたのだ。春日たちを死に追いやるよう命じたのも、自分のせいで彼らを死なせたという責を負ってくれればよりコントロールしやすくなるという思惑からだったが、それはまあいいだろう。心配するな、お前は殺さん。実家を絞れるだけ絞り取るための材料に使わせてもらう。このゲス野郎。さっきは褒めてくれてありがとうよ、じいちゃん。相変わらずね、一番。怒ってないの？言っただろ、じいちゃんを信じるって決めたのは俺なんだ。ほんとバカよね、あんた。おしゃべりはそこまでだ。いや、俺の要件がまだ終わっちゃいねえ。ドワイトさんよ、2012年10月7日に起きた強盗事件覚えてるか。被害者は名打ての不動産会社社長コニー田中。取引先に向かう途中のハイヤーが襲われ、現金でいっぱいのカバンが奪われた事件だ。その事件がどうかしたかね。大した証拠もないまま犯人に仕立て上げられたのが俺だ。ああ、お前がそうだったのか。その説はどうもありがとう。認めるんだな、ローマンを使っててめえんとこの罪を俺にかぶせたって。さあどうだろうな。ドワイトさんよ、俺からも聞きてえことがある。あんた、アカネって女の人を探してただろ。もしかしたらあんたはもうアカネさんを見つけてるんじゃねえのか。お前らに残された道は一つだけだ。速やかにこのフロアから出ること。生ゴミになった状態でな。これは私の故郷でマチェテと呼ばれているナイフだ。国の男たちはこれ一本で何だってやってのける。ジャングルを切り開き、動物を仕留める。ハワイじゃ開きを作るのにもってこいだ。上等だ。 Today I'm going to give you boys a live demonstration. Time to bleed! さんはここにいるのか。確かに我々は彼女を探している。だが発見には至っていない。疑うのならこのフロア中を好きに探すがいい。なぜお前らバラクーダが彼女を探してるんだ。それは知らんのだ。知らねえで探してんのかよ。正確に言えば彼女を探すよう依頼があった。我々はそれを受けただけということだ。依頼？誰からの依頼だ。それも不明だが依頼主は
私のアドレスに直接依頼を投げてきた。そんな情報そうそう漏れるものではないし、頭金と称して100万ドルの入金があった。仕事が成功したら900万ドル追加で支払うとの条件でな。女一人捕まえるだけで1000万ドルだ。怪しいか、乗らない理由はない。クソ、なんかねえのか、アカネさんなりその依頼主につながるような情報はよ。あればとっくに我々が利用している。皮肉なもんで、その言葉は信用できるぜ。アカネさんの方の話は型がついたってことでいいか、カスガ。ああ、じゃあ次は俺の用事だ。おっ。イエスかノーかで答えろよ。俺が濡れ衣着せられた事件、その犯行も、身代わりを仕立てるよう仕向けたのもてめえなんだな。答えろ。そうだ、イエスだ。そうか、てめえが、てめえが俺らの人生をめちゃくちゃにしやがったのか。許してくれ。ローマは死んだが、今からでも私の力を使って罪を取り消そう。金も払う。100万、1000万ドルだ。どうだ、これまでの人生を取り返すには十分な額だろう。ふざけんな。金で俺の子供が帰ってくるのか。どこまで人をコケにしやがる。おいてめえ、千歳の素性を掴んでたな。あいつに関わる情報を全部捨てろ。そんで全部忘れろ。それを誓うなら見逃してやる。どうだ、誓うか。誓う。情報は全て捨てるし、後悔もしない。違う。そうかい。まあ、万が一誓いを破ってみろ。いつでもこいつをぶっ刺しに行ってやる。それにこのいい写真もばらまいてやるよ。楽しみにしとけ。さあ、ここでやれることは済んだみてえだ。帰ろうぜ。いいのか、富澤。本当はぶっ殺してやりてえけどよ、こいつらと同じになりたがね。それにこいつやってもバラクーダが潰れるわけじゃねえだろ。千歳の情報がどこから漏れるか分かったもんじゃねえ。だったらこいつ生かしてきっちり管理させた方がいい。なんでそんなことあんたが。おめえにも命救われちまったからだよ。よく分かんねえけど、ドワイトに逆らって俺らをここに連れてきてくれたんだろ。本当は死ぬはずだった俺らを、その恩を返しただけだ。一番といい、お前といい、これ以上借りを作るのはまっぴらごめんなんだ俺。男前じゃねえかトミー。気づくの遅えよバカ野郎。
へえ。第五地区が巡り巡ってこんな町のど真ん中に繋がってたとはな。のんきなこと言ってんなよ。死ぬ思いしてまでバラクーダのボスに直談判した挙句収穫なしなんだぞ。なのに俺だけ用事が済んじまった。いいじゃねえか、それだけで行った甲斐があったってもんだ。それに心強い仲間もできたしね。よろしくね。俺たちを売ろうとしたけどね。あ、そういうこと言うんだ。結果的には助けてあげたじゃない。だな、おかげで助かったぜ。ありがとうな、ちいちゃん。どういたしまして。イチさんは素直でよろしい。トミーも見習った方がいいよ。こいつ一番おめえはお人よしすぎんだよ。ったく。経過はどうあれ、彼女に助けられたのは事実だ。それに茜さんを探すには千歳の協力は必要だろう。あら、受け入れてくれるのは嬉しいですけど、私は茜さん探しが済んだら用済み。どうかな。俺はあんたみたいなたくましい人間は嫌いじゃないぜ。そういう褒められ方したのは初めてかも。分かったよ。俺も一番に銃向けた身だ。こいつにとやかく言う資格はねえさ。話がまとまったみたいで何よりね。それはそれとして、俺はこいつがいけすかねえけどな。あら残念。私はトミーのこと好きよ。うるせえ。こいつはどう思う、さんくせ。きっとまだ隠してることがあるはずだ。俺の勘がそう言ってら。いい女には秘密の一つや二つはあるものよ。よろしくね、トミー。ちょっとでも怪しい行動してみろ。見張ってるからな。大丈夫、私男の人からジロジロ見られるの慣れてるから。こりゃちーちゃんの方が一枚言うあてみてえだな。うるせえ。じゃ改めてよろしくな、ちーちゃん。よろしくな。こちらこそ。改めまして、富士宮千歳と申します。お世話になりますね。それが俺が持っている茜さんの情報の全てだ。相当な権力を持った組織から提供されたんだが、書かれているのは生年月日に住所程度の情報だけでな。なんでなんだろうな。キリュウさんの組織ってあれだろ、007みたいなやつなんだろ。個人情報なんてちょちょいのちょいなんじゃねえのか。確かにな。一般人ほどむしろ情報は集めにくいということかもしれない。用心ほど常日頃マークされている分、情報も集まるからな。ああ、なるほど。千歳、些細なことでもいい。資料に書かれてないことで何か知ってることはないか。一つ気がついたんだけど。ん？なんだよ。仕事のことが書いてないのよね、これ。仕事？そう、養護施設の所長だったのよ、茜さん。ずいぶん長い間そこで働いてたの。沢城の頭、そんなこと一言も言ってなかったな。頭も知らなかったのか。まあ私も行ったことはないんだけどね。でも場所はわかるよ。何か手がかりがつかめるかもしれねえな。行ってみようぜ、その養護施設。ああ、そうしよう。
よう、トミー。俺も一緒にいいか？ちょうど飲む相手が欲しいと思ってたとこだ。へへ、じゃ、遠慮なく。ふぅ、今日も酒がしみるね。結構いける口なのか？どうかな。ハワイに来て早々酔いつぶされて全裸で放り出された身だ。あんまりでかい口叩ける立場じゃねえやな。そうだった。そっちはどうなんだよ。たしなむ程度だ。一時期は嫌なことを忘れたくて酒に溺れてたけどな。もしかしてマリーさんのことが。まあな。けどどんな深い傷でも時間が経ちゃ塞がっていくもんだ。だからお前が裸で放り出されたこともそのうち笑い話になるんだろ。あれはかすり傷ですらねえよ。あんなの組にいた頃は日常茶飯事だったからね。どんな日常だよそりゃ。周りからはどん底の一番って言われたんだ。その辺はちょっと年季が入ってんだぜ俺は。へえ、ベテランの苦労人ってわけか。バラクーダのせいで人生狂わされたのは何も俺とマリーだけじゃない。他にも連中の身代わりで罪着せられた人がたくさんいたらしいからな。ただ奴らにはめられた時、俺たちほど幸せの絶頂だった奴はいなかったろうな。マリーの腹には子供がいて、俺はあいつのためなら何だってやれる気でいた。悪い、思い出させちまったな。バカ野郎、このくらいはしょっちゅう思い出してんだよ。でな、こっからは俺とマリーの馴れ初めなんだけどさ。え、続けんのかよ。いいだろ、ここまで人に話したのは久しぶりだ。せっかくだから最後まで言わせろって。いや、まあおめえが構わねえなら喜んで聞かせてもらうよ。あれはもう十何年も前か。俺はその頃からタクシーの運転手やっててよ。休みになるとクラブに行ってナンパに精出してた。ほとんど成功したことはなかったけどな。ほとんど？全くの間違いじゃねえのか？余計なちゃちゃ入れんなって。へへ、悪い悪い。である晩声かけた子が彼氏持ちでさ、間の悪いことに俺もヘベレキに酔っ払ってて喧嘩になった。またその彼氏ってのがレスラーみてえなマッチョでよ、店の裏に引きずり込まれてボッコボコ。あの時はマジで死ぬんだと思ったよ。悲惨なナンパ失敗談だけどよ、マリーさんはいつ出てくるんだ？焦んなって、今出てくるから。ボロボロになって放り出された俺をたまたま見つけて手当てしてくれたのがそのマリーよ。マリーは会社の仲間と店に来てたらしくてな、俺なんかを助ける義理なんてこれっぽっちもなかった。なのによ、俺の血で服が汚れようがあいつは全然気にしないで面倒見てくれた。へえ、いい人なんだな。あ、人生最悪の夜かと思いきや、マリーと出会った人生最高の夜だったってわけだ。そっから猛アタックしてさ、初めて俺の目の前に天使が来てくれたと思った。そっか。けど俺にとっては最高の夜でも、マリーにとっちゃあれがケチのつけ始めだったのかもな。トミー、妊娠が分かってあいつが仕事辞めた途端、俺は無所に送られることになって、俺なんかと付き合い始めたからあいつは幸せな人生を送れたはずなのによ。おめえは何も悪くなかったろ、トミー。悪いのは無関係のおめえを巻き込んだバラクーダだ。それでもな、マリを巻き込んじまったことには変わりねえからさ。なあトミー、彼女のことを探したりはしなかったのか？確かしばらくは無所まで面会に来てくれたんだろ？もちろん
出所してから真っ先に探したよ。でもダメだった。二人で住んでた家から彼女のものだけがきれいさっぱり持ち出されてたんだ。要するに探さないでくれってことだ。腹ん中の子が流れてマリーが一番辛かった時、俺はそのそばにいてやれなかった。だから彼女が何を思って姿消したとしても、俺にそのことをとやかく言う資格はねえ。そうか。俺の人を見る目もまだまだだな。は？なんだそりゃ。初めて会った時、おめえは俺に銃向けて金をせびったろ。あん時はおめえのことをろくでもねえ野郎だくらいにしか思わなかったけどよ、やっぱ人それぞれ何かしら重てえもんを背負ってるんだなって今教わったよ。そういや確かにお前に銃向けたな。そのことって俺謝ったっけ？別にもう気にしちゃいねえって。いや、いい機会だ。あ？あの時はすまなかった、一番。じゃ、一杯おごってもらわねえとな。これでチャラだ。もうよそであんな真似すんなよ。多分な。